はい、ドラッグ道場です。なんか今年暑いせいだけじゃないと思うんですけどね、エアコンがちょっと効きが悪いような気がしてるんですよね。特に低回転アイドリング時とかね、そういう時にちょっとぬるいなと、今までねそんなこと感じたことなかったんですけど、ちょっとね今回はおそらくガス不足なんじゃないかなと思うんですよね。でちょっと今回ね、久々にこのオイル、あ、じゃなくてガス、まあ、入れる前提でね、ちょっと作業をしてみたいと思います。まあ、まずね、用意するのはこのマニホールドゲージとガス。ちょっと今回ね、オイルも入れたいんで、オイルもね、まあ、先にオイルを入れた方がいいですよね。ちょっとそこら辺見ていきたいと思います。まずこのゲージをね、つけます。高圧と低圧それぞれこれつなぎますね。はい、で低圧側をはめます。はい、そうしたら、ね、ここちょっと開けますね。今ね、7キロぐらいですね。ちょっとこれ開けて、で、この真ん中のところから、チュチュッと、ここに来てるガス、途中までね、空気が入ってたわけですから、それをチューッとこっちにここから抜くと。まあこんなもんでいいんじゃないかな。まあガス入れる前提なんでもうちょい抜きましょう。そしたらこっち閉めて、で、この高圧側のエアを抜きます。はい。たらこれ閉めますね。そうしたらエンジンかけてみますね。今ね、最大風量最低温度で回してます。で、それ最初にね、このオイルをね入れてみたいと思います。もうね、何十年も、まあ十何年入れてないのかな。ガスは全然漏れなかったんで、今回初めてちょっと、レッドなっていう感じなんですよね。これを閉めて、そしたらこれ開けますけど、今これここからずっと行ってここまで圧かかりますよね。でもこの中は空気入ってるわけなので、これ一回開け、缶に穴開けて戻しますね。そしたらここまでオイルとガスが来るんで、またここをちょっと押します。やべ、ここが。そうしたら、これ、低圧側からね、ゆっくり、この中に入れますね。こう、オイルとガスが行って、まあ、オイル、ガスに押し出されて、こういう感じですね。入れますね。なぜかというと、普通のね、例えば軽自動車なんかは
ガスの量がね、まあ200〜300g とかね、そのぐらいだと思うんですけど、この車ね、1.6 キロ入るんですね。その中に、まあ、割合に対するオイルの量っていうのがね、全然比率がすごいんで、まあ、2本ぐらいね、ちょっといっときます。まあ、10年に1回、2本入れたぐらいだったらいいと思うんですよね。一回つかみますね。そしたらもう1回これ開けますよ。はい、今、オイルを2本入れました。で、圧力はね、0.5 ぐらい上がったかなって感じですね。一応これにもね、フロンガス入ってるんで、よくオイル1本入れて冷えるようになったっていうのはね、ちょっとガスもね、出されるからですね。それではね、激しい圧になるまで今度はガスを入れてみたいと思います。じゃあこれガスね、ガスをつなぎます。缶開けますね。で、開いてここをね、一回はい、そうしたらこれ圧がね、16、7いくまでこれを開けてみましょう。はい、これこの時はね、ちょっと逆さにすると液ばっかりいっちゃうんで、まあ、ちょっと、まあ、とりあえず最初はね、整理するのがいいですね。で、さっきのオイルがこの中に溜まってるんで、それを押し流すっていう意味もあるんですね。じゃあちょっとずついきますよ。横にして振ったぐらいがいいのかな。さっきのオイルをね、ちょっと押し流したいんで、もったいないですよね。この中に溜まってるとね、もったいないんで。で、今14キロぐらいまで来ましたね。はい、なくなったようです。じゃあおかわりいきます。よくね、スタンドとかね、車屋さんなんかで消えないよって言っていくとですね、ガス一缶いっときますかとかね、言うんですけどね、まあ、一缶いっとくとか、そういう単位で入れるもんじゃないですし、適正圧になればね、全然問題ないです。一缶開けたとしても、このぐらいしか使わないかもしれないし、全部使うかもしれないし、ちょっと足りないかもしれないですね。一缶単位でいっとくとか、そういうもんではないですね。で、これ開けました。もう一回これね、まあ、すぐ付け替えるならいらないですけどね。ここをずっと押し出します。またもう一回開けます。で、ちょっと温めてます。はい、まあ、2缶入れました。2缶入れたんですけど、まあ、今ちょうど15キロぐらい、まあ、もう一缶それじゃね、行ってみますかね。3杯目です。いけます。まあね、車のガスの量が総量 1.6 キロなんで、その中の3つなんて大したことない。全体だとこの車でこれ8本入るんで、じゃあここをね、おそらくこれね、最後の1本だと思います。はい、今3本入りました。そしたら手を詰めますね、一旦これ。はい、今全部遮断されました。あ、これは開けといていいかな。うん、圧力がやっぱ16いかないぐらい。まあ気温がね、32度なので16キロぐらい、まあ大体目安ですよね。まあ、そのぐらいでいいと思います。冷え具合の方はね、おお、恐ろしく冷えてんなこれ。あ、これぞ正常って感じですね。 OKOK、 そうしたら
そうしたらですね、これ取り外していきますけど、取り外しのね手順、今もともと 7キロあったやつが、両方7キロだったんですね、停止時。その時今こっちが、3キロになってますよね。で、つないだとホースつないだ時に、このこっちにオイルとか入ってますよね。まあこっちはね送ってるんですけど、高圧側に戻ってしまったオイルとガスを捨てたくないんで、これ最初にね高圧側をね一回外します。この時に一旦エンジン止めますね。そうするとこれ下がってきますよね。あまり高圧の時にね外すとちょっとガス漏れる量が多いんで、はい、7キロに来ましたね。圧が落ち着いたら高圧側をね外します。はい、そうしたらここが、そうするとこれね外れますよね。そうしたらここで一旦エンジンかけます。そうするとね、こっち7キロあったものがまた3キロぐらいまで引っ張られますよね。その時にこの中のオイルとかね、それをこっちに引っ張っちゃいたいですね。なのでここで一旦これ開けます。開けるとこっちつながりますよね。いきますよ。ちょっとこっち下がりましたよね。でこの時にオイルをこっちに、なるべくこっちにこう入れてやって、そうしたらこれを開きます。そうするとこれとこれとこの中の圧力が3キロまで落ちる。だから全部こっちに引っ張られているってことですね。はい、でこの今エンジンかかってる3キロの状態で低圧を外します。これで全て切り離しました。はい、そしたらね、これキャップを、まあ、忘れないうちにね、つけておいて、これで作業終了ってことです。ね、これもね、キャップも閉めておいて、それで、あとね、ここ圧は抜いておきますけどね。で、この缶はね、今、まあ、自分はつけておきますね。ここ蓋するものないんで、まあ、空になった缶でもね、ここにつけておけば、まあ、ゴミのね、まあ、付着防止になるんで、そういう風にしてます。で、ちょっとね、今回思ったんですけど、アストロのね、この缶、このガスね、こう、ネジが斜めに切ってるっていうか、どっちもね、こう、このサービス缶バルブをね、つけていくときに、ちょっとなんかね、斜めに入ってくるんですね。これちょっと、やっぱ、安物ですよね。なんだこれ、なんだか。インチキですね、これね。まあ、この辺はただのオイル。ということでね、まあ、ポイントっていうか、まあ、冷えてりゃ別に何もする必要ないし、その、ね、点検すりゃするほど、してもらえばしてもらうほどですね、ガスもオイルも、こっちにね、戻っていっちゃって捨てちゃうことになるんで、見れば見るほどね、効かなくなっていますよ。で、ガス1本いっとくとか、そういうのもないです。適量です。で、あとは最後にこの中に逆流したであろうオイルを、こうやって、まあ、戻したいと。ね。で、低圧のホースも、あんまりぐるぐるになっているよりも、まっすぐ向こうへ行った方が、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、オイルたくさん入れたんで、まあ、別に気にしなかったですけどね。まあ、そういうイメージ、まあ、どこまでオイルが来ているかなとかね。そう考えながらやると無駄が防げるんじゃないかなと思います。そういうわけですね。今日こんなたくさん入れちゃいましたけど、在庫の方がね、あと残り1本になっちゃいましたけど、まあ、とりあえず、まあ、車をね、23年、24年目かな、この車。
まあ、ちょっと古いんでね、たまにはね、こういうメンテナンスもいいと思います。というわけでね、今日はエアコンのオイル、ガス補充、まあ、点検ね、その辺やっていきました。で、まあ、冷えるようになったんでね、これちょっと様子見たいと思います。それでは今回以上です。それじゃあまた。つうか、さっきの宅配、これでした。今頃来やがって、もう30分早く来りゃね、新しい道具で撮影できたんですけどね。まあ、いっか。次回です。